まったと。本当にやりますか、必要ですか、もっとお金払ってもいいぐらいですね、何のためにやってんねんみたいなことが結構あったりとかしますね。ちょっと待った、今夏期講習申し込みしてるんだ、ちょっと待って、ちょっと待って。ということで、どうも、じゃあ篠原です。今回はですね、夏期講習の話したいと思います。だいぶ時期的に早いよね。この動画収録地点でまだ4月なんですが、ちょっとね、僕の塾の生徒からタレコミいただきまして、どこどこの予備校で夏期講習の申し込みがもう始まっていると。早くないって思ったんだけど、もう申し込みがっていうことで、でしかもね、10個取れって言われたらしいんですよ。でさすがに多すぎんだろうということで、ちょっと注意喚起も兼ねてこの動画撮りたいと思います。まあ夏期講習ちょっと待てというところですね。はい、まずですね、僕篠原夏期講習実際行ったことあります。なので大体予備校の夏期講習がどういうものかっていうのは分かっています。1週間ぐらいにわたって5コマぐらい授業があるかな。90分1コマとしてかける5回とかね、そんな感じであるんじゃないかなと思うんですよ。特定のテーマに関して、例えば医学部向けの英語とかね、英文法の総復習みたいな感じで授業があるんじゃないかなと思うんですが、これちょっとね、予備校からしたら営業妨害になるかもしれないんだけど、夏期講習取りすぎないでください。でなぜかという話をします。なんでかというと、まず1つ目、金かかるんですよ。2つ目、時間かかるんですよ。3つ目、勉強効率良くないんですよ。だから夏期講習僕嫌いです。あんまりやらないでほしいと思ってるんですね。まあお金かかる、時間かかる、これに関してはまあそらそうやろうなっていうふうに思うと思うんですが、特に時間の方が問題ですね。なんでかっていうと、夏期講習まあ行くじゃないですか。でそしたら90分とかかかるわけじゃないですか。でやっぱり1日その90分取られる、しかもまあ予備校に行くわけですから、その通学の時間もかかるというふうになると、まあやっぱ基本的には結構時間労力がかかるし、めんどくさいわけなんですよね。でこれを逆手にとって、例えばサボっちゃうと、家にずっといるとあれだから、予備校に毎日行かないといけない状況を無理やり作るために夏期講習を取るんだっていうんだったらいいかなと思うんですよ。自習室を使うためにね、やるっていうのはいいかなと思うんですが、まあまあまあ、めんどくないっていう、しんどくないっていうところです。でもう一個、勉強の効率が悪いってことなんですが、これに関しては夏期講習やるってなるとテキストもらうじゃないですか。でそのテキストって今まで見たことない問題が載ってるわけなんですよ。だったらこれまで4、5、6、7月でやった予備校生だったら前期テキストの復習とか、あるいは例えば数学だったらチャート式の復習、文法だったら普通の家にある文法問題集やるとかでいいんじゃないかなと。もうそれで十分成績上がると思いますよ。過去の復習をやる、一度やったやつがちゃんと頭に入ってるかの確認をするって方が勉強効率としてはいいし、早くね成績が上がると思うんで、まあいらなくないっていう。夏期講習わざわざ取って教材費払ってやるぐらいだったら、もうこれまでやったやつもう一周した方が多分いいですよっていうのがぶっちゃけ僕自身思ってることです。でかつこれは多分ね、各予備校の先生もぶっちゃけそう思ってると思う。正直夏期講習仕事だからやってるけど、まあ前期テキストの復習やってほしいなって思ってる先生めちゃくちゃいらっしゃると思いますね。もちろん立場上言えないけどね、思ってる先生たくさんいらっしゃるかなと思います。ただこんな夏期講習は取ってくださいっていうのがあります。まず1つ目、大学別のかなりニッチな対策の講座ですね。これはねぜひ取ってほしい。例えばですが、東大英語の講座、京大英語の講座みたいな感じで、特定の大学、特定の教科にグッとフォーカスしている授業、これはぜひ取ってほしいです。なんでかというと、そういう夏期講習担当してくれてる先生ってもう人生を東大英語の研究に捧げましたみたいな人が授業してるんですよ。まあ特に東大とか京大になると、もうその予備校のトップ講師が授業してくれてるんで、どうなるかっていうと、すごくわかりやすくて丁寧で、かつ最新の傾向と対策とかまでかなり教えてくれます。はっきり言って、この特定の大学の特定の教科の対策に関する授業は正直もっとお金払ってもいいぐらいですね。5万ぐらい払ってもいいかなぐらいの価値がありますね。なのでそういうすごいニッチな特定の大学、特定の教科に関して深く丁寧に教えてあげますよっていう講座はぜひ取ってください。まあこれが1つ目ですね。で2つ目、これは実際今予備校通っている浪人生に向けてなんですが、その担当してくれてる先生が好きな場合ですね、つまりこの先生すげえわと、この先生の授業ぜひ聞きたいっていう場合は、それは取ってもいいと思う。まあ例えばですけど、僕のいた予備校はね、国語の先生がすごい上手かったんですよ。なのでその国語の先生の夏期講習は確か取ったような覚えがあります。逆にこんな夏期講習はあんまり取らない方がいいよっていうのがあります。広く浅くいろんなことをざっくりやりますよみたいな講座っていうのはあまりお勧めしません。具体的に言うと英文法総復習みたいなやつとかね、あるいは英語長文対策みたいな、
な英語長文対策なんか1週間やってもどうにもなんないですからね。そういうやつとかはまあやらない方がいいんじゃないと。あるいは数学の総復習みたいな、もう家でチャートやっとけって話なんですよ。なのでこういうやつとかはまあ僕だったら取らないかなと思います。で100歩譲って取ってもいいかなと思うのは小論文対策ですね。小論文ってあんま普段やらないじゃないですか。前期とかでやったりしないじゃないですか。ってなるとやっぱり夏休みとかでガッとね一回触れておいて、あこんな感じかなるほどなっていう風になって、この後まあ後期どれぐらいやるかちょっと置いといてるなんですけど、一発ここで触れておくっていうのはいいと思うんですよ。でちょうどまあ1万2万ぐらいでその小論文に関してバッと勉強できるんで、まあこれはねすごいいいんじゃないかなと思います。ちょっと気をつけないといけないのは早稲田英語対策とか慶応英語対策みたいなやつですね。でこれ何かというと、早稲田とか慶応とかって学部ごとの癖がすごいんですよ。なので慶応の経済の対策と法の対策、文の対策、理工の対策全然違うのに、総計英語みたいな括りで授業されると、文系なのに理工の問題解いたり、理工志望なのに文学部の問題解くはめになったりして、何のためにやってんねんみたいなことが結構あったりとかしますね。まあ無駄じゃないですか正直言って。だったらもう普通に理工志望なんだったら理工の過去も家でやれって話なんですよ。なのでこういう早稲田英語とか慶応英語みたいな感じになるとちょっと微妙かなっていう風に思います。はい。ただねこれはあくまで篠原という人間の一個人の意見なので、まあ実際予備校とか行ってみて、ここすごいいいなぁと、こんなね男の意見よりもこの予備校の先生の方が信じられると思ったら、まあいっぱい講座取ればいいと思いますが、そうですね、夏休み短いですから取って5講座じゃないですか。5講座以上はちょっと取りすぎなんじゃないの、大丈夫ですか、本当にいいのっていう風に思いますね。でちなみになんですが、夏期講習に関して添削やってくれるかっていうことに関して多分やってくれないです。まあなぜかというと、めんどくさいからです、しんどいからです、そんな時間ないからですね。夏期講習の時間ってもう予備校の先生忙しいんですよ。もうずーっと授業してるみたいな、いろんな校舎で授業して授業してっていうのをもう校舎点々としながらやるんで、見てらんないんですよね、そんな時間もないと。でしかも夏期講習って普段予備校に通ってる人じゃないともギュッと来るんで、あまりにもたくさんいるんで見てらんないんですよ。で一人見たら、じゃあ俺もじゃあ俺もってなるじゃないですか。だから見ませんっていう風に明言してる先生もいらっしゃると思う。だからこそ添削指導受けたいんだったら、添削指導ついてますって書いてる構造を取ってください。あと休み時間に持って行って見てもらえるか、多分見てもらえないかなと思いますね。さっき言った通り忙しいんで、意地悪してるとかじゃないんですよ、時間がないんですよ。なので見てもらえないんじゃないかなと思います。なのでちゃんと添削ついてますと、答案チェックしますって書いてるやつを添削受けたいんだったらね、取ってもらえたらなと思います。基本そういうの書いてないんだったら添削はないと思ってください。続いて、どの予備校の夏期講習を取ればいいですかに関してなんですが、まあこれは信用できる予備校の夏期講習というのをお勧めします。よくやってるところで言うと、河合とか寸大とか、多分予備校もやってるかな、都市もやってるのかな、まあそんな感じで、まあ家の近くにある予備校で、そんな感じの夏期講習みたいなやつあると思うんですが、やっぱり大手がやってる夏期講習っていうのは信用できますよ。なので大手がやってる夏期講習で、かつ僕の意見を採用するんであれば、取っても5コマまで、だいたい1週間に1コマ、まあ、これでも結構めんどくさいです。予習もありますからね、復習もありますから、夏期講習授業90分で終わりじゃないですからね、予習復習にさらに90分、1日3時間それに取られるんですよ。2つ取ったら3時間3時間で6時間ですよ。もう1日の勉強時間半分以上終わっちゃいますよ。でその価値があるかということですね。まあ僕はないんじゃないかなと思いますので、まあ週に1講座ぐらい、これがいいんじゃないかなと思います。でできるだけ自分の志望大学に絞り込まれたかなりニッチなやつを受けてください。広く浅くいろいろやりますよじゃなく、ニッチなものをやってほしい。あとは個人的に尊敬してる、まあ心酔してると言ってもいいような先生ですね、の授業を取るというのがおすすめします。はい。ということで夏期講習について、ちょっと待ったと、本当にやりますか、必要ですかっていうことについて一個ね注意喚起というかお伝えさせていただきました。それでも取るっていうんだったら頑張ってください。その代わり取るんだったらめっちゃ金かかってるんで、ちゃんとしっかり確実に自分のものにしようね。ちなみにちょっとまだ言えないんですが、僕の方でも夏にイベントを計画してます。そのイベントの内容を見逃さないようにチャンネル登録忘れずに。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。